どうもこんにちは、サイクルショップ中小屋の啓太です。今回なんですけど、今回は、当店サイクルショップ中小屋がする、イベントの告知です。イベントの名前は中小屋大試乗会っていう名前で、神戸のポートアイランドっていう人工島があるんですよ。で、そこが三宮っていう中心地の駅からも近くで、結構アクセスもいいと思うんですね。そこにある市民広場っていう大きい広場があるんですけど、ちょっとそこを借り切って、いろいろ今から紹介するんですけど、いろいろなメーカーさんに来ていただいて、試乗会をしようかなと思ってます。今回も、第2回となります。去年も同じように秋にしたんですけど、その時も、まあ、初めてだったらどうなるかわからなかったんですけど、結構大勢の方が来ていただいて、大盛況に終われたので、今回も、皆さんのお力添えで成功できたらと思ってます。で、日時なんですけど、2023年今年の、9月24日の日曜日に開催したいと思っております。時間は朝の10時から夕方の5時、17時までですね、にでさせていただいて、まあできたらその日も、今まだはっきり確定ではどこまでできるかわかんないんですけど、まあ去年もしたんですけど、試乗車を何回か乗っていただいたら、スタンプラリーでスタンプを押して、で、それでくじ引きをしていただくとか、まあ来ていただいた方に少しは喜んでいただけるイベントになればなと思ってます。で、まあ折りたたみ自転車とかがメインにはなるんですけど、まあ折りたたみ自転車とか、折りたたみの E バイクとか、あとうちでよく扱っている小径車が中心にはなるんですけど、それ以外にも子供車を持って来ていただいたりとか、あとは自転車の付属のパーツメーカーさんとかも今回は来てくれますし、その辺をちょっと紹介したいなと思ってます。で、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、まあ来ていただく自転車メーカーさん、ダホンさん、ターンさん、バーディーさん、キャリーミーさん、ライトウェイさん、 KHS さん、カラクルさん、デイトナさん、 ESR さん、ベスビーさん、マルイさん、アラヤさん、タイレルさん、サーチライトさん。で、次、先ほど言ったパーツの方の付属パーツとか、自転車に関するパーツのメーカーさんは、PR インターナショナルさん。それと、先ほど自転車もあったんですけど、パーツも扱ってるので、丸井さん。あと、門脇コーティングさん。こちらは、塗装メーカーさんになりますね。自転車を塗装するときのメーカーさんで、門脇コーティングさん。で、それ以外に、自転車って、どっか運んで行って乗るとか、折りたたみ自転車とか小径車が多いんでね、運んで行ったり乗る方が多いんですけど、特にうちからやったら、例えば神戸から小豆島に遊びに行って自転車を乗ってみようっていう方がよく使われる、ジャンボフェリーさん、それと自転車のイベントをよくやってる新規バスさん、こちらの方も、僕もこの前行ってきたんですけど、落ち側の川下りって言って、兵庫県の西側にある姫路っていうところの近くに、上川町っていうところがあるんですね。そこで落ち川っていう川があって、その新規バスさんがバスを用意してくれて、そこに自転車をまあ前もって予約はいるんですけど、自転車を積んで川上まで乗してもらって、そこで自転車と、まあ、予約したものが下ろしていただいて、で、自転車で20キロの道のりをゆっくり下るっていう、企画をされてるんですよ。それも結構楽し、実際行ってやっぱり楽しかった、気持ちよかったんで、まあぜひ皆さんに行ってもらいたいなということで、お声掛けさせて、新規バスさんも来ていただけることになりました。まあこういう感じで、18個の、メーカーさんと企業さんが今のところ決まっております。また今後少し増えるかもしれないですけど、今決まっているのはこの18のメーカーさんと企業さんです。まあ、こんだけ来てくれたら結構楽しめると思いますので、ぜひ、当日会場に来ていた、時間が合う方は来ていただければと思います。今回はこのサイクルショップ中小屋がする、中小屋大試乗会の、紹介の動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。